踏まえた上で出されたボール、非常に、ね、あの精度の高いボールでしたね、はい、さあ田中が追います、追いつきました、クロスボールが入ってくる、アンビョンチーヘディング、決まりました、いや素晴らしい、田中からアンビョンチュン、熊本2点目、ね、ボールが素晴らしかったですね、はい、山形さんが再三おっしゃっていた、まあ、縦へのボール、裏へのボールから迎えたチャンスで2点目が生まれました、そうですね、やはりねこういう両ウィングバックというかウィングバックの使い方っていうところでね、うん、まあ、このゲームの一つの鍵になるとは思いましたけども、はい、ね、見事でしたね、はい、